長福寺浦山古墳群、長福寺浦山古墳群の一長福寺浦山古墳群は、岡山県笠岡市層で、山口にある古墳群。笠岡市指定史跡に指定されている。岡山県西部、小高流域の丘陵稜線上に映像された、笠岡市内では、最大規模の古墳群である。現在までに11機が確認されている。 1961年1997から2000年に発掘調査が実施されている。前方後円墳、ホタテ貝形古墳、円墳、宝墳と、多様な墳形の古墳,墳から構成され、西から七つ塚古墳群、宗津、塚古墳、一津塚古墳、千人塚古墳、東塚古墳と並ぶ。七津塚古墳群は小宝墳群ながら珍しい初期、末期の出土により、 朝鮮半島との関わりが示唆されるほか、宗津、塚古墳は、備中地方西部で、最大規模の前方公園墳であり、千人塚古墳は、上下2室の縦穴式石室を有し、かつ下石室は、横穴式石室の前段階の、縦穴系横口式石室と推測されるなど、いずれも特色ある古墳である。この長福寺浦山古墳群は、 古墳時代中期の5世紀代の映像と推定され、西から7つ津塚古墳群総通、塚古墳千人塚古墳、東塚古墳の順の築像とみられる。岡山県内では、木備地域で中期の巨大古墳の築像が知られるが、木備中枢からやや離れる、当地域において、急速に勢力が台頭する様子を示唆する点で、重要視される古墳群になる。 古墳域は1963年に、笠岡市指定史跡に指定された。現在では、史跡整備の上で、笠岡古代の丘スポーツ公園として公開されている。七鈴塚古墳群外観七鈴塚古墳群は、笠岡市層で直木犠にある古墳4基の総称。いずれも一辺10メートルに満たない、小高墳である。東端の二号墳は一号墳よりも早い時期の、築造で、 噴球は一辺約8メートル、高さ1.5メートルを測る。主体部の埋葬施設は木管である。噴球裾部において、初期水液片が検出されている。ついで築造された1号噴は、噴球は一辺約9メートル、高さ1メートル弱を測る。主体部の埋葬施設は、箱式石管で、長さ2.2メートル、幅約0.5メートルを測り、小さな腹質を伴う。 主室からは鉄製品、活石製曲が玉、薄玉が、副室からは初期水液、恥機が検出されている。3号ン、4号ンは1号ンに先行する時期の築造とみられるが、紛糾り土のほとんどが失われている。4号ンの主体部の埋葬施設は木管で管内から鉄塔が検出されている。4期の築造時期は、 古墳時代中期の五世紀前半頃と推定される。墳球規模は小さいが、初期世液の湿度から、朝鮮半島との関わりを伺わせる点で、注目される。創津、塚古墳は、笠岡思想で時期儀名、山口矢座門名にある古墳。形状は、前方後円墳。墳形は、前方後円形で、前方部を南西方向に向ける。墳球は二段畜成。 噴球町は約60メートルを測り、備中地方西部では最大規模になる。古墳の規模は次の通り。噴球表面では埴輪列が検出されている。噴球周囲には浅い集合及び州包みが巡らされる。主体部の埋葬施設は洞窟にあっているため明らかでないが、洞窟港から同胸が採集されている。また、相津塚古墳の州津み東側では、 宗津塚東古墳群3基が検出されており、1号墳からは、沿道波庭が出土している。築造時期は、古墳時代中期の5世紀中央頃と推定される。一つ塚古墳墳級一つ塚古墳は、笠岡市層で時期義名、山口矢座だけの内にある古墳。形状は円墳。墳形は、円形で、直径16メートル、高さ1.5メートルを測る。 作り出を伏し、作り出を含めた、墳糾町は21メートルを測る。主体部の埋葬施設は明らかでないが、遺体死がわずかに残ることから、箱式石棺と推定される。副葬品はつまびらかでない。築造時期は、古墳時代中期の五世期代と推定される。千人塚古墳は、笠岡市想で時期義名、山口あざだけのうちにある古墳。形状は、 ホタテ貝形古墳。墳形はホタテ貝形で前方部を西南西方向に向ける。古墳の規模は次の通り。墳球表面では鉢巻状の吹き石、葉庭列が認められるほか、前方部では水液が検出されている。また、墳球周囲には集合、集庭が巡らされる。主体部の埋葬施設は2基の縦穴式石室である。1基は 墳糾中央の深い位置にあり、長さ約3メートル、幅約0.8メートル、高さ約0.8メートルを測る。洞窟によって前方部側が開口するが、もともとは縦穴系横口式石室とする説がある。明治期に掘り出されたという炭鉱が、アメリカのメトロポリタン美術館に収蔵されている。他の一基はやや北寄りの墳潮直下に位置するが、大きく結出している。 中央主体の埋葬後、次の主体を上に重ねて構築するという珍しい構造になる。築造時期は古墳時代中期の5世紀後半頃と推定される。東塚古墳は笠岡思想デジ期2名、山口あざだけの内にある古墳。墳形は前方五円形で前方部を西南西方向に向ける。墳球の南半分は開墾によって作平されている。 古墳の規模は次の通り、主体部の埋葬施設のうち、公園部は作兵のため明らかでないが、前方部には、半壊状態の縦穴式石室が依存する。縦穴式石室は、石室主軸を墳球主軸と平行方向とし、長さ3メートル足らず、幅約1.2メートルを測る。石室の床面からは、小型五重鏡、目能性ま玉、滑石性薄玉、 鉄製武器、鉄製工具、鉄製農具、鉄製バグ、短冊系統石、師、カスが検出されている。築造時期は古墳時代中期の5世紀後半頃と推定される。現在では、墳丘の南半分は復元されている。創津、塚古墳に関するカテゴリー、仙人塚古墳に関するカテゴリー、東塚古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。